550万人のフォロワー突破、平野翔の人気の秘密とは芸能界の舞台裏に潜む熱い鼓動を感じさせるエピソードが、今また私たちの前に現れました。滝沢秀明プロデュースのトップアーティスト集団、戸部の一員、平野翔の名前が、驚愕のニュースに包まれています。その背後には、驚くべき出来事と深い人間関係が絡んでいるようです。彼の誕生日、ある日の深夜ラジオ番組、 そして各種ソーシャルメディア、これらが結びつき、新たな展開をもたらしました。7月22日のオールナイト日本サタデースペシャルにおいて、森本慎太郎との交流が明るみに出ました。彼が東京ディズニーリゾートで行われた特別パフォーマンスで平野翔とのコラボに参加したことが話題となり、その模様はリスナーの心を温かくしました。さらに、誕生日のエピソードも、7月15日の森本慎太郎の誕生日、 意外な事実が明かされました。仕事で集まっていたにもかかわらず、誰も祝ってくれなかった森本に対し、平野翔からのメッセージが届いたことが判明。時間が変わってからの祝福であったものの、その気持ちはしっかりと伝わったようです。このエピソードに対し、ファンからの声は喜びに溢れており、ツイッター上での反応が賑わいを見せました。そして、インスタグラムのフォロワー数も注目すべきポイント。 平野翔と神宮寺ユタの合計フォロワー数が、なんと550万人を突破したことが話題になっています。個人アカウントながら、その人気の高さが伺えます。これは、アーティストとファンとの直接的なつながりの証でもあり、彼らの魅力がどれほど多くの人々に響いているかの証さとも言えるでしょう。さらに、彼のインスタグラムの質問箱もファンの関心を引きました。ファンからの質問に対して、 率直な答えやユニークな回答を返す様子が明らかに。その中には、彼自身に対する質問だけでなく、ジャニーズ事務所や音楽業界に対する率直な意見も含まれているようです。これにより、彼の真相にある思考や人間性が垣間見える瞬間がファンに届けられました。こうしたエピソードからも、平野翔はただのアーティストではなく、多くのファンと共有する特別な存在であることが伺えます。 彼の人間的な魅力とファンとの密接な関係が彼の名前が週刊誌やネットニュースに飛び交う理由の一端を説明しているのかもしれません。しかしこのエピソードだけではなく平野翔が所属するトベの今後にも大きな注目が集まっています。彼の CM 再契約が検討されているという噂も飛び交っており、その背後には何が起きているのか、一体どのような企業からのオファーが殺到しているのか。 その理由に興味津々の声が上がっています。こうしたニュースからも芸能界の表舞台の裏にはアーティストたちの努力や人間関係が情熱的なストーリーを紡いでいることが伝わってきます。平野翔という人物がただのスター以上の何かであることは彼のファンや支持者にとって疑いようのない事実なのかもしれません。これからもその魅力的な物語が私たちを魅了し続けることでしょう。